にちは、無重力の人マサトです。今回は新たな企画に挑戦したいと思います。僕はストリートワークアウトのアスリートとして活動しているんですけど、なので大体の技っていうのができます。僕がでも唯一できない技っていうのがあるんですけど、その技が片手倒立っていう技なんですけど、片手で倒立になるっていうそのままの技なんですけど、僕ずっと苦手でその技から逃げてきたんですよ。で、そろそろ仕留めないとダメかなと思いまして、僕今全くできない状態なんで、このゼロの状態からいつまでにできるのかっていうのをちょっと動画撮っていったら面白いかなと思って、今回この企画をやろうと決めました。ということでね、今日から片手倒立の練習を始めたいと思います。そして毎日動画を撮っていって完成までの姿を皆様にお見せしたいなと思います。それではちょっと皆さん楽しみにしていてください。今日まず1日目今から動画を撮りたいと思います。はい、片手倒立 Day1。 まず今の僕の現状を見てください。今ちょっと良かったかな。これ実際やってるとちょっと止まってるように思うんですけど、動画で見ると一瞬ですよね。そうなんですよ、片手倒立っていうのは自分でやってる感覚と実際見る感覚と全然違うんですよ。と言ってこんな感じですね。はい。全然今は止まる気はしないです。はい。でもここから毎日やるんで、多分毎日1週間とか経ったらちょっとずつ成長していくと思うんで、それをちょっと皆様にお見せしたいなと思って、ちょっと今回この企画やろうと思ってるんで、今後皆さん楽しみにしていてください。ということで、これから毎日やっていきたいと思うんですけど、何秒止まれば完成なのか。3秒、5秒、5秒、5秒ですね。5秒、5秒にします。はい。で、目標をいつまでに、1ヶ月、1ヶ月にします。じゃあ1ヶ月以内に5秒片手倒立を目標に頑張ります。やります。はい。僕はこれから毎日片手倒立を練習して、1ヶ月後に片手倒立ができるようになります。はい、皆さんこれから楽しみにしていてください。僕はこの姿しっかり見せるので、もし完成しなかった時、なんか罰ゲームとか考えても面白いかもしれないですね。はい。なんかいいのあればちょっとコメントいただければ嬉しいです。はい。でもちょっと無理なことはやめてほしいです。ちょっとなんか精神に関わるとかそんなね。無理なことはやめてほしいんですけど、なんか面白い罰ゲームあれば皆様コメントよろしくお願いします。それでは皆様、これから1ヶ月後楽しみにしていてください。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。